JR 貨物 EF200 軽電気機関車 EF200 軽電気機関車 EF200 型電気機関車は日本貨物鉄道 JR 貨物が1990年平成2年から製作した直流電気機関車である1987年昭和62年の JR 以降で JR 貨物は多数の機関車を承継した直流電各館では e f 六十五系、e f 六十六型などを主として用いることとなったが、景気拡大局面にあって、輸送需要が増大していたとや、将来の車両取り替えをも考慮し、機関車の製作を検討することとした。輸送力増強は喫緊の課題であり、国鉄形式の e f 六十六系、e f 八十一型を一部改良の上で新造して、まかないながら並行して、 新型機関車の開発が進められ、1990年、平成2年3月に試作機が、日立製作所で完成た。これが EF200 系である。以降の機関車開発の基本方針検討を目的に、VVVF インバータ制御の採用など、各種の新技術を盛り込み、国鉄 JR の機関車では最高となる6 0 0 0ットの出力で1、 600トン牽引を可能としたほか、補機類や操作系にも各種の新しい試みがなされた。硬直流機の EF500 型と同時試作され、双方に異なる機構や操作系を採用して、比較試験が行われた。1992年、平成4年から量産され、輸送力増強が特に要求された東海道、山陽本線で使用を開始した。当初計画された1。 600トン計員は変電所の構造上の問題が顕在化したことから実現せず、本形式は出力を制限して運用することとなった。製作は21両で終了し、以後の製作は運用コストの最適化を図った EEF210 型に移行している。新機軸の積極的な採用により、鉄道ともの回1993年第33回、ローレル賞を受賞している。 愛称は、インバータハイテックローコ、インバータハイテクロコ。車体は直線を基調とした衣装で、上面が傾斜した、高運転台式非貫通の前面を持つ。機器室通路は片側に寄せられ、公式側と非公式側では、側面の窓配置が異なる。落成時の外部塗色は、運転台部が、ノーンブルーの塗り分け、側面は、ライトグレー。 乗務員室扉はからし色、黄緑色である。この塗装はヨーロッパの機関車を参考にしたとされる。車体側面にはインバータハイテックローコのロゴマークを付す。機関車の車軸上重量に余裕があれば、通常は粘着力向上のために余裕上限まで支重を搭載するが、本形式は事故対策の車体強化に伴う重量増加に対応させている。 制御方式は G とサイリスタ組織式 VVVF インバータ制御で1機のインバータで1台の三小交流誘導電動機を駆動する 1C1M 方式である。主電動機には1時間定格出力が 1000kW である FMT にカゴ形三小誘導電動機を6機搭載し、定格出力は 6000kW1 時間で10パーミル勾配での1。 600トン牽引、時速 90km25 パーミル勾配で1、100トンの引き出しが可能である。設計最高速度は時速 120km、定格速度は時速 81.2km1 時間である。従来の EF66 型を大きく上回る駆動性能とされた理由は、最大1、600トンの重量列車牽引と、 旅客列車の高速高頻度運転を妨げない高加速と両立させるためである。運転台で操作する主管制御機は無段階連続制御が可能であるが、従来の機関車と操作を合わせ、便宜的に25のチキザミとされた。連続制御を活かして主管制御機脇に低速制御ボタンが設けられた。終電装置は国鉄 JR の機関車では初めて、 日本でも大阪市交通局70系電車についでに、例目の採用となった、シングルアーム式の FPS にパンタグラフを装備した。空気上昇バネ降下式であり、大電流が流れるために船からだ一つ、当たりイスリータが7枚取り付けられる。パンタグラフは、関節部を両端に向けて搭載する。補機類や、軽機類の電源を供給する、電動発電機には、 199馬の容量を備えた FDM1 ブラシレス発電機を使用し床下に搭載する。空気ブレーキなどで使用される圧縮空気を供給する電動空気圧縮機は C3000 形式を2機搭載する。これとは別にパンタグラフ上昇用として制御バッテリーを電源とした MHz99EK18 補助電動圧機ベビコンが搭載されている。 電動機などの冷却に使用する、電動送風機は、FMH3010A 回回計 10A 型を、電動機、インバータ用として3機、フィルター灰、ゴミ用が3機、ブレーキ抵抗技用が4機である。台車は、ボルスタレス式の FD3 系、両端 FD4 系、中間で、台車から車体への牽引力伝達は一本リンク、両端台車及び対角リンク、 中間台車により行われる。主電動機は従来の釣り掛け式を廃止台車走庫として、バネ下重量を軽減。動力伝達方式はリンク式である。ブレーキ装置は国鉄 JR 機関車で初となる電気指令式ブレーキであり、時速 26km 以上では発電制動が有効となり、時速 20km 以下では失効して空気ブレーキに切り替わる。 変性ブレーキシステムは、ノッチ式のハンドル操作により、各ノッチで設定された圧力まで、ブレーキ間圧力を減圧する自動空気ブレーキであり、高速貨車検用に電磁ブレーキ指令装置を装備する。FD3 型には、バネ式留置ブレーキを備える。1990年、平成2年6月に製作された本形式の試作機である。 落成後新鶴見機関区に配置され、各種試験に供された。運転台屋根が前方に向かってわずかに傾斜し、取り付け屋根は大型で、屋根側面を農生色と開白色に塗り分けている。全面下部の東海類設置箇所は濃灰色で、空調用の風道が設けられた。取り付け屋根の塗り分けは更新工事の実施時に廃止されている。 中間台車に設置される引っ張り棒は、側面から見て傾斜した状態で装備される。性能確認試験の過程で、山陽本線の性能8本末、性能8の10日査定勾配25.3パーミル区間で1、100トン列車の起動試験に成功している。1992年、平成4年から1993年、平成5年に、 日立製作所で20両が製作され、落成後は新鶴見機関区に配置された。試作機の運用成果をもとに各部を改良している。インバータ装置を小型化して、容積を抑え、取り付け屋根の高さを 210mm 低くした。運転台屋根は、室内景気の配置を変更して、水平とされ、試作機とは印象が大きく異なる。全面下部の東海林設置部は、 青色とされ、空調用風道は床下に移された。台車は、ユニットブレーキ装置に駐車用ブレーキシリンダーを内蔵して、構造を簡素化した。また、中間台車の引っ張り棒は、車体の取り付け部を延長し、レール面に水平となる位置で装備する。これらの改良のため、台車形式は、FD3A、中間、FD4A、両端に改められた。 本形式の目的は、東海道、山陽本線系統など主要幹線において、列車単位を上げ、輸送力増強を達成することである。量産車登場当時、九百九十二年秋から、一三百トン列車への重当が、1六百トン列車に、関しては、地上設備の増強後に重当される予定されており、本形式を当初計画に沿って運用するため、変電所の増設など、 電力供給設備の増強が検討された。しかしながら、景気交代化で貨物輸送量が伸び悩み、設備を保有する旅客会社との調整も合意に至らず、変電設備の改良は実施を見送られた。このため、本形式は、定格出力での運用は過剰性能となり、運用出力、機関車の受電電流を EF66 型と、 同程度の15ノッチ相当に制限して運用している。採用本線においては2002年、平成14年から開始された国庫補助による鉄道貨物輸送力増強事業が2006年、平成18年に完了した。これは輸送の愛路となっていた同区間の電力供給能力を強化するほか、線内の各貨物駅の二役方式を改善するものであったが、 この事業により運転可能な列車重量が1200トンから1300トンに拡大された。これを受け、2007年3月18日のダイヤ改正から同区間で1300トン列車の運転が開始され、本形式も当該運用には重点的に充当されている。本形式は、全21両が1999年4月1日付で、新鶴見機関区から、 水田機関区に転属した。車両検査は、新鶴宮所属時代である1998年度までは、大宮車両所、水田区転属後は、広島車両所で実施されており、1999年から2001年にかけて、初全県、2006年から2010年にかけて二全0県を施行している。初全県では、塗料の品質向上を理由に塗装工程が、 省略されたが、2全0件に合わせて e f 2 1 0型に準じた外部塗装の灰色基調配色への変更が蓄字、見され、2009年4月22日に出場した2号機を最後に全車両の塗色変更が完了した。また特筆されるものとして、2001年1月には1号機が、阪神・淡路大震災の神戸復興記念事業の一環として、 車体にイラストを施したラッピング機関車として運用されたことがある。イラストはルーマニア出身の画家であるアレキサンドラ・ニキータによるものでポートタワーと震災によって犠牲となった少女をモチーフとしたひまわりの絵画と神戸からありがとうのメッセージがあしらわれたものとなっていた。同社は約1年間にわたり特別に用意されたヘッドマークを装備し通常運用に充当された。 量産車トップナンバーである1号機は2008年に復旧工事が見送られて部品取り車として広島車両所に留置されていたが2011年度に廃車2013年1月に解体されている主要部品確保が困難であることから3000件は見送られ検査切れの車両から運用離脱していくこととなった2016年3月のダイヤ改正で定期運用は 大阪貨物ターミナル駅規制のみとなり関東圏への非運用乗り入れはこのダイヤ改正をもって消滅した。そして2018年3月ダイヤ改正では定期運用を終了し、水イタ機関区の EF66 型や EF210 系のダイソー運用のみとなっている。2017年3月1日時点では2.4から7.1017から20の重量が水イタ機関区に配置されている。 2016年10月にはすでに廃車、除籍されていた試作車である901号機が、生体保存のため新鶴見信号場から、製造元である日立製作所ミト事業所に向けて、公衆輸送され、2017年に登場当初の図書、携帯に復元された上で展示されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。